常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様チャンネル登録お願いします。いやー、もうちょっとね、忙しくてね、すいません、もう貧乏暇なしでね、首回らなくてですね、こんな虎ノ門の格好のままね、お仕事の途中で撮ってますけれども、いやー、なんかね、アメリカ大統領選挙ね、客観的な情勢を見るとですね、まあトランプ大統領裁判闘争やってますけれども、裁判で自分の主張が認められない限り、もうバイデン政権になってしまうかなというふうに思います。私ね、トランプ大統領ずっと応援してきましたけどね、まあ残念ですが、このままいくとですね、バイデン政権が誕生してしまう可能性高いかなと、そちらの方をね、危惧しているんですよ。で、まあ、わかんないですよ。まだね、裁判で一発逆転あるかもしれないんで、逆転したら今から俺が言う懸念はですね、もう一切関係ないんで、皆さん気にしないでください。はい。今日はバイデン政権に関する懸念をね、ちょっと話したいなと思うんですよ。それは何かというとね、桜井先生の言論テレビをご覧いただいた方いらっしゃると思うんですけど、あの中で私3つ言いましたよね。はい。国際協調、ね。それから巨額財政、ね。世田谷自然財布って3つ言いましたけど、今日はね、その、一つ目、国際協調の話ですよ。はい。国際協調の裏返しは何かというとですね、ヨーロッパ重視なんですよ。ね。で、ヨーロッパ重視ってことは、アジア軽視ってことになりますよね。はい。集中力のリソースには限界ありますから。あんまりヨーロッパばっか集中しちゃうとさ、アジア軽視になるでしょ。で、それは問題だなと、いうことはね、まあ、言論テレビでも言ってたし、ね。で、こっち向かせるためにいろいろやんなきゃいけないみたいな話をしたんですが、このね、私の懸念、どうも的中しそうだということでね、今日はちょっとエビデンスを示しながらね、この話をしつつね、ちょっとバイデン政権ね、まあちょっとチャイナが一番脅威なんだからさ、もうちょっとちゃんとやれよというですね、まあちょっと批判とね、まあ苦言を呈したいなというふうに思っております。でね、今日のね、このね、ネタなんですけれども、ハドソン研究所のね、日本人研究員のですね、村野正さんという方のツイッター私フォローしてるんですけど、非常に今日ね、面白いツイートされてました。今日バイデンがあった安保専門家と会議というところでですね、その参加したメンバーの名前が全部書いてあるんですよ。で、これね、一体誰かってことを私全部調べました。はい。いっぱい出てくるんでね、まあちょっと読み上げていきますけど、途中でサマリーやりながらね、いきますけど、何が言いたいかというと、先に削れておきます。東アジアの専門家がいない、このメンツから見てももうアジア軽視っていう感じかなと。で、その証拠を今から言います。まず参加者の顔ぶれですけど、アブリル・ヘインズさんね。アブリル・ヘインズさんはね、元 CIA の副長官なんですよ。でね、この人ね、女性です。はい。女性の弁護士ですね。弁護士なんですけれども、この人ですね、もともとドローンによる暗殺ね、やってたんですよ。テロリストの暗殺やってたんですが、まあ、どこでやってたかといえば、アフガニスタンとかね、まあ、イラクとかああいうとこでやってたんで、まあ、基本的には中東とかあっちにしか関心がない人だということで、この人、ダメーって感じですよね。東アジアの専門家じゃねえな、ということです。ちなみに、アブリルさん、はい。僕と同い年。はい。しかも、まあ、頑張ってらっしゃるということでね。まあ、心の中で応援したいんですけど、チャイナの専門家じゃないんだな。はい、次。トニー・ブリンケンさんね。この人はですね、もともとですね、弁護士です。ユダヤ人ですね。ユダヤ系の弁護士で。で、お母さんが再婚した相手がですね、フランスのね、フランスに住んでるポーランド系ユダヤ人だったんで、子供の頃パリで過ごしたという人なんですよ。で、ハーバード大学、コロンビア大学、ロースクールを出てですね、クリントン政権時代に、まあ、入ったんですけれども、政権にね、まあ、もともとヨーロッパで過ごしてたような人ですから、まあ、チャイナの専門家ではないですよね。はい、この人もダメという感じです。はい、二人目もダメでした。はい、三人目。トニー・ブリンケンの次はですね、サマンサ・パワーさん。はい、サマンサ・パワーさんはですね、この人はですね、元国連大使なんですが、アイルランドからの移民ですね。9歳の時にアイルランドから移民してきた人だそうです。で、本業はですね、本業というかね、もともとね、ジャーナリストだったそうでね、ピューリッツァー賞を受賞するほどのですね、結構敏腕ジャーナリストだったんですよ。で、この人はですね、まあその人権問題とかをえらいまあやってた人で、イスラム国に、性奴隷にされたナディアという女性を国連安保理事会に招き、講演してもらうための準備に携わったっていうぐらいで、まあ中東とかあっちの方のですね、まあ人権問題メインの方ですよ。ウイグルの人権問題はどうなのかなみたいな感じで、まあこの人もチャイナの専門家ではないということで、ダメーということですね。はい、ここまで全員ダメです。アブリル・ヘインズ、トニー・ブリンケン、サマサバ、3人ともダメでした。次、デビッド・コーエンさん。この人はですね、元国務次官ですね。それから NATO 大使も、ごめんなさい。デビッド・コーエンさんは元国務次官じゃなくて、元 CIA の副長官で、元財務次官だった人です。で、デビッド・コーエンさんはですね、元々ね、テロ資金のね、まあ、監視をするようなね、テロ資金調達担当次官補を、まあ、2009年オバマ政権でやってですね、で、その前はですね、もともと弁護士ですね。
で、まあ、財務省に法律顧問として採用されて、まあ、マネーロンダリングとかそういうのを追っかけていた人です。で、オバマ時代にですね、まあ、テロ資金の方を追っかけるようになって、で、その後ですね、CIA の副長官に2015年になってるんですけれども、まあ、どうもですね、この人が選ばれた理由は、例のほら、拷問あったでしょ、そのね、アルカイダのメンバーにキューバのね、ほら、なんとか刑務所で、まあ、拷問ね、水攻めやってたとかいうので、ちょっと軍人を指名しにくい時期だったんで、この人が、まあ、副長官指名されたということで、まあ、いずれにしてもこの人もチャイナの専門家ではない、バーツっていう感じですよね。はい。で、その次。その次、ニック・バーンズさんね。ニック・バーンズさんが元、国務次官で、NATO 大使だった人です。で、この人はですね、これだ。この人はですね、ニック・バーンズさんは、アフリカと中東で外交官として、キャリアをスタートしてですね、その後ですね、東エルサレムを含む、西岸地域のパレスナ人への、経済支援を、やった人です。で、なんとね、ブッシュ政権下ではですね、ソビエト担当、まあ、もうすでにロシアですけどね、ロシア担当、ロシア問題担当ディレクターを務めて、で、米ソ首脳会談とかね、まあこれ第1期のブッシュ政権かな、お父さんの子ですね。はい、まだソビエトがありましたからね。米ソ首脳会談とか、まあ国際会議なんかもこうやっていたと。で、その後ですね、バーンズ氏はですね、クリントン大統領の特別補佐官もやって、ロシア、ウクライナ、ユーラシア担当ということで、もう大体わかりますよね。これでもチャイナの問題じゃないですよ。もう、基本的には中東とか、ロシアの専門の方で、チャイナの専門家ではない。バースということで、ここまで全部で5人いましたけれども、全員チャイナの専門家いないんですよ。アブリル・ヘインズ、トニー・ブリンケン、サマンサ・パワー、デビッド・コーエン、ニック・バーンズ。誰一人としてチャイナの専門家がいません。はい、その次、リンダ・トマス・グリーンフェルドさん。この人はですね、黒人の女性でして、御年68歳かな。もともとですね、このアフリカですね、アフリカ問題担当の国務次官補で、主に人口問題、難民問題ね、移住問題なんかをやっていた人でして、この人もやっぱり、チャイナの専門家ではないということです。まだいます。まだいます。その次はですね、スタンリー、マクリスタル、さんね。この人も元アフガン駐留米軍司令官。この人もだからちょっとチャイナの専門家ではないし、ロイド・オースティンさん、元、中央軍司令官。この人も、やっぱアフガンに派遣されて戦ってた人で、まあその後偉くなって、まあ全体を統括するようになったんですけど、専門はチャイナではないと。それからね、キャスミン・ヒックスさん。この人ちょっと期待できます。CSIS の上級、副所長で、国防戦略員をやってた人です。で、彼女が書いたですね、まあ、このね、マイケル・グリーンなんかと一緒に書いてるね、まあ、その、2010年の尖閣問題に関するレポートがあるんですけれども、まあ、書いてあることは、まあ、まともな内容でした。はい、内容でした。で、この人はですね、今でも CSIS にいるのかな。はい、で、まあ、いろいろ、まあ、シンクタンクで研究しているという人で、まあ、一応この人はギリギリチャイナ引っかかってる感じですね。はい。それから、ボブワークさんね。ボブワークさんはですね、この人はですね、もともとですね、軍のキャリアのある人ですね。アメリカの、確か、上院議員だったっけな？なんだっけな？今は上院議員やってんのかな？まあ一応その、安全保障のプロと、いうことで、もともと海兵隊、その後ね、海軍次官とかですね、はい、デピティセクレタリーオブディフェンスなんで、国防次官か、などを、歴任した人です。はい、なので、まあ一応この人は、まあ、軍事のこと全般見てましたんで、まあチャイナのことちょっと引っかかるかな、みたいな感じですね。はい、それから、ビル・マクレイブンさん、この人はですね、ビンラディン暗殺を指揮した人なんですけど、やっぱり中東の専門家と。いうことでですね、先ほどまあね、まあこの、誰と会ったっていうのを紹介してくれたこの村野さん曰くですね、まあいずれも長官級にふさわしいキャリアの人々だけれども、アジアや中国の専門家が一人もいないと。まあただワークさんとかね、さっきのボブワークさんとか、まあキャスリン・ヒックスっていうのはまあちょっとかじってるけど、みたいな話をされております。はい、ということで、まあ大統領選挙のね、ディベートの時もですね、チャイナに対してどう思うかという質問に対してね、トランプさんはエネミーとね、敵だってはっきり言ったんですけど、バイデンさんはですね、敵はロシアだって言うんですよね。チャイナはコンペティターだと、競争相手だって言うんですけど、それって舐めてんじゃねえの、ちょっと。ね。で、そのトランプさん以前の政策っていうのはさ、もうまさにオバマがね、舐められて、
ね、そして、まあ、それを巻き返すためにトランプさん頑張ったわけだけどさ、またオバマ時代に戻したら、ね、この欧州重視結構だよ、ロシアが敵でもいいよ、だけどこの人材あんまり詳しくない人でやったらさ、やっぱチャイナって目に入ってこないじゃん。でそこでチャイナとしては一息つけちゃいますよね。まずくねえかって感じなんですよ。はい、でこの状況ね、やっぱり、ね、日本は何とかしなきゃいけないと私は思います。まあ今日のトランモンでも言いましたけどね、日本一国でギャーギャーされてもしょうがないですからね、オーストラリア、インドね、まあ、クワッドの残り3カ国とか、ね、それからヨーロッパの国々に巻き込んで、入れ替わり立ち替わりね、日本と同じ主張してもらいましょうよ。それは FOIP ですよ。ね、自由で開かれたインド太平洋。ね、これ絶対だってポリコレ大好きなバイデン反対できないでしょ。ね、なんでこれはね、もう絶対やっていかなきゃいけないなと。よっぽど心してかからないと、まあ、トランプさんみたいにね、勝手に自分でやってくれるってことはないので、これはですね、ちょっと問題あるなと。いうふうに思いました。まあ、ただでさえね、アジア軽視だとね、まあ、チャイナに対する政策が変わんないとか言ってニュースで言ってるけど、お前会ってるメンツが一人もね、あ、一人もっていうか、まあ一応二人ぐらいまあまあな人いますけど、でも、ガチの専門家じゃないやつでしょ？大丈夫なんかいと。ね、これ言われても仕方ないですよね。まあ、ということでですね、まあ、バイデン政権、まだまだいろんな、問題があるのでですね、まあ、もし誕生したらね、まあ、まだわかんないですよ。裁判でひっくり返ったら誕生しないかもしれないですけど、まあ、仮に誕生すると、仮定した時にですね、いろんな問題があるということをですね、まあ、今後も指摘していこうかなというふうに思っております。はい。まあ、こういうのもね、やっぱエビデンス出しながらいかなきゃいけないんで、まあ、今日のこれね、村野さんのね、この、内容非常に、参考になりましたんで、皆さんもぜひ、村野さんのツイッターフォローしてあげてください。はい。ということで今日の内容面白いなと思った人は高評価のボタンを押してください。最後にチャンネル登録お願いします。ガー。